今日はどこの温泉に委ねよっかな。やってきたのは白河市の北部。目指すは白河温泉。田園地帯を抜けた住宅街に突如現れたのは一軒の温泉宿。弁天荘に到着。早速お邪魔します。おー、好きな感じのロビー。いらっしゃいませ。日帰り入浴お願いします。お一人様600円でございます。まっすぐ行ってもらいまして、突き当たり左奥になってます。ごゆっくりどうぞ。ありがとうございます。あ、お土産が並んでる。白河といえばやっぱり白河ラーメン。虎食堂のラーメンはたまらない美味しさだよね。館内のところどころには骨董品が飾ってあって、素敵。弁天荘は創業85年くらい。もともとは民宿から始まったんだって。そして今からだいたい15年ぐらい前に温泉を掘ったんだって。比較的新しい温泉なんだね。おー、カラフルな色使いが魅力的な絵。そうそう、弁天荘の温泉は黄金の湯って呼ばれていて、源泉かけ流しの温泉は黄金色にキラキラと輝いて見えるんだって。あ、白川だるま。来月11日に開催される白河だるま市では、毎年縁起物のだるまを買い求めに多くの人が訪れるんだよね。ここの休憩所も自由に使っていいみたい。お、何やら目を引く言葉が。訪れる人に安らぎを、旅行く人に幸せを。出湯の里は白河の黄金の泉あふれる弁天荘。そして隣には木彫りの弁天様が。着いた着いた。美人の湯だって。あらら、これはさらに期待が高まっちゃう。それではいざ美人の湯へ。まずは内風呂。おー、これが黄金の湯か。あー、気持ちいい。弁天荘の温泉はモール温泉っていって、地下に堆積している植物の層を通って温泉が湧き出ているから、こんな色になっているのではないかと言われているんだって。実に面白い。お湯はトロトロとしていて、まるで美容液みたい。肌触りはつるんつるん。まだちょっとしか入ってないのに、あ、
体が芯から温まってきたのがわかる。お次は、あ、歌声湯もあるんだ。どれどれ。結構勢いがある。あー、凝り固まった肩がちょうどいい刺激でほぐされていく。最高。そして、わー、こっちの湯船は日の光を反射してさらにキラキラ輝いて見える。まさに黄金の湯。お湯に浸かってるだけでなんだか自分もキラキラ輝いてるみたい。入ってるだけでヒューヒューだよ。ヒューヒュー。半露天風呂だから天候を気にせず入れるのがいいよね。今日もいい湯に湯だねました。